皆様新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。現在1月1日午前2時、画面を見て分かるようにですね、10連をね、12月31日にまあまあまあ無料の10連でね、欲しくなんて出るわけねえだろうと思って引いたんですよ。したらね、バランが変化が来て、あ、やっぱり来ねえよと思ってポチポチってスキップしてったら、あれあれ2枚抜いてる、リル書き取るってなりまして、まさかの無料の10連で引いてしまいました。はい、かわいいっす。あった。属性なんだっけ？あ、技か。なるほど。はい。というわけでね、まさかの大当たりを録画せず引いてしまうという、ちょっと本当。投稿者としてあるまじきことをしてしまいました。すいません。改めまして、今回は星5確定ガチャチケットニューイヤーバージョンいきたいと思います。キャラクターは織姫、海炎、ビアクヤ、もう復刻しかないのね。残念ですよね。でザイロアポロ持ってる、ウケラ持ってる、レンジは持ってない、千本桜ない、キスケある、ケンセなし、バラガンある、スズメバチ、カデン胸骨、ヒラコマ、ユリ、ビアクヤ、意外に僕持ってないですね。15種類のうち、カイエンとビアクヤ1、2、ザイロアポロ3、ウルキオラ4、キスケ、バラガン、15分の9。持ってないキャラクターになります。さあ、新年一発目のガチャ、幸先よく、噛んだ、幸先よくいきたいものです。さあ、行きましょう。お、虹だ、はい、当然です。すすれ、俺にカラス、最もいらないなと思ってた。はい、もう続けてガチャリたい。君はもういいよ、一時期欲しかったけどもういいよ。先ほども言ったようにね、バラガンが無料10連できて、必殺技レベルが4まで上がりました。僕のバラガンがさらに強くなりましたね。マジか、かぶりは15分の9で持ってなかったのに、まさかかぶるとはな。混ぜちゃおう。もう使うことないだろうからな。はい、まあ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 、しょっぱなね、ちょっと残念な感じになりましたけれども、あ、ついでに単発いとこ。ふめ、無理無理。さあ、無料10連でね、当たっちゃったから、ちょっと引く気が伏せちゃったんだよね。いや、ステップアップが最後までやろうかと思ってたんだけどさ、ウノハナ持ってる、ビアクヤ持ってる、ケンパチ持ってる、力の山爺持ってる、白いちご持ってる、グルミジョー持ってる、ノイトラ持ってる、ネリエル持ってる、過去編キスケ持ってる、望みがないね、ユーシーマ、ザビマ、まあ、持ってないの数えた方が早そうだな。のぞみ、ザビマル、僧侶の断り、
ルキアレンジ、21分の5。いやースルーだろ。もう宝玉アイゼン来たらもう個人的には嬉しいけど、いやレンジも欲しかったんだけどね。で使ってみたらレンジ弱いんだもん。今回のレンジやっぱり残念じゃないですか。というわけで、まあちょっとこのガチャ、ステップアップガチャやるかどうか迷うな。この覚醒するとね、通常が 25% アップなんで、それの意味で欲しかったんですよ。さあどうすかな。あれ、お試しプレイが増える、こっちで使ってて、あ、こことここでお試しプレイがばらけてるのね。だな、ここら辺のガチャチケットをバンバン使っていこうかな。今ねプレミアムアクセサリーガチャチケットをまた1000枚まで貯めようかちょっと迷ってるんですけどね。ちょっとしんどい、1000枚貯めるのちょっとしんどいんですけどね、はい、まあ残念でした。こっちの10連をやるかどうかはまたちょっと検討します。はい、今回はここまで。今年もよろしくお願いいたします。いきなり爆死してますけど、よろしくお願いいたします。以上、ウドクターネックスでした。お疲れ様でした。